今週も始まったレース TV、 これから始まる、さあ登録しましょう。イエーイ、ミーのレース TV で思いっきりグルービーしてください。おとなしいドライブはノーサンキュー。たくさん暴れてテレビをウォッチしている人たちを楽しませてください。それが一番大事ね。ユーに期待してます。レースで、あ、この瞬間がやってきた。型破りのドライバーたちが織りなすドライビングシンフォニー、いよいよ開幕だ。ヨヨヨ2 1 GO。 いよいよチャンピオンシップ開幕。初戦の舞台はここジェイクグワールドです。 Are you ready?荒野に突入、ドライバーのハンドルさばきが問われます。ここではさまざまな名勝負が行われてきましたね。果たして今日はどんなドラマが生まれるのでしょうか。岩石のアーチをくぐると高層ビルエリアが開けます。一気に過去から現在へタイムスリップしたような錯覚さえいたします。展開だと思いませんか。これを待ってたね。現在川のコンセプトが一歩リード。どちらが熱いバトル、ブーストを使って一歩抜け出したいところ。あとジェイク自慢の荒くれトレーラーが荒野を爆走。巻き込まれたらひとたまりもありません。さあここをどう攻めるのか。レーサーたちの駆け引きに注目。レースの中盤、全体的にハイペースでレースが進行しております。都会を思わせるエリアを抜け、ボールパークへと向かっております。さあレースの終盤、決着の時が迫る。このラップは RK スパイダーが制しました。さあファイナルラップ突入、残りはあと1周です。お待たせしました、ブーストボーナスが始まります。一瞬の気の緩みが今
入。残りはあと1周です。さあ今からブーストボーナス、レース TV 最大の見せ場です。ブーストボーナス、部下も連打しましょう。ゴールドスピード、これはまさしく鬼人の走り。さあ再びスリップゾーンに差し掛かりました。ここが勝負どころだ。ここでプレッシャーを弾き返さない限り氷の女神は祝福を与えてくれません。最後まで気は抜かない、攻めて攻めまくれ。ゴール、難なく全順位をクリア、次のステージに進出です。最高、ドライバーたちを待ち受けるはジェイク・パターソン。スタート、ぐんぐんスピードが上がっている。最終戦ファイナリストたちを待ち受けるのはサンシャインコースト。潮の香りがマシンを包みます。エキサイティングナウ、コーナーを登っていくと分岐路がドライバーたちを待ち構えます。右手に海を望みつつコーナーを下ります。なだらかなカーブはレースのプレリュードです。カモメが飛んでますよ。ジェイク砂浜にジャンプ、ここでうまくブーストを使うと大幅ショートカットも可能です。なかなかいい出だしですね。ジェイク、ジェイク期待を上回る展開だと思いませんか。コールチャンスリード。現在1949年式マーキュリーが一歩リード。緩やかな坂を上がってドライバーたちはどのルートを選ぶのでありましょうか。エンジニュース、なんと鉄橋が作動しました。ラオの手前の大ジャンプ覚悟してください。レースの中盤、全体的にハイペースでレースが進行しております。おいやいが多い、スピードが著しく落ちる。覚悟は決めたか。ここからのジャンプが勝負の分かれ目。ブーストを使えば飛距離も大幅アップ間違いない。2周目最後のストレートに突入、このまま独走をキープできるのでしょうか。アッシー、アルキースパイダーが制しました。ファイナルラップ突入、残りはあと1周です。さあこのラップではどのルートをチョイスするのでしょうか。お待たせしました、ブーストボーナスが始まります。ブーストボーナス、気を抜かずボタン連打。この感じ、アドレナリンが湧き出るこのハイテンション、これがレース TV。 バックミラーが気になる状況です。ファイナルだ、鉄橋の大ジャンプが待ち構える。そのまま直進、よーそろー、飛んだ飛んだ飛んだ、ゴールは目の前、おめでとう。新しいドレスアップカーをゲット、おめでとう。